松本潤、どうする家康、視聴率 10% 切り危機の中、切れない夜のガーシー人脈 80%、 18年前の、小栗旬の彼女、の先に井上真央。嵐、松本潤、39、が主演を務める NHK 大河ドラマ、どうする家康、が折り返しを迎えつつあるが、6月25日の世帯視聴率は 10.0% ビデオリサーチ調べ、関東地区、と、いよいよ一桁台突入も見えてきており、数字の面では危機的状態にあると言えそうだ。史実をあまりにも大胆に変える脚本についていけない、どうする家康の視聴者離れにはそうした声も多いようだが、そんな中、主演の松本の夜の街での目撃情報が多発していると、6月29日配信のフライデーデジタルが報じた。記事によると、松本は4月に都内のクラブで開催されたマルチクリエイターの野村くん一氏、50の誕生パーティーに参加したという。野村氏はモデルで女優の佐田真由美、45の夫で業界人脈も広く、松本以外にも山下智久、38、西内まりや、29、浅野忠信、49、窪塚洋介、44、ラッドウィンプスの野田洋次郎、37、といったそうそうたるメンバーが揃ったようだ。現役ジャニーズの松本さんとやめジャニの山下さんが同じパーティーに参加していたというのもジャニーズファンからしたら感涙ものでしょうが、二人は同世代でジャニーズジュニア時代には、8時だ J、テレビ朝日系に出演した中、山下さんが退所してからも交流があるんでしょうね。それにそれぞれ、元参議院議員のガーシー容疑者、51、とも交流があり、ガーシー容疑者を介しての飲み会などもあった可能性もある。今回のパーティーに参加した顔ぶれも 80% がガーシー容疑者絡みですよね。ワイドショー関係者。ガーシー法で株を上げた松潤&ヤマピー。ガーシー容疑者は YouTube チャンネルを立ち上げた直後から松本のことを潤と下の名前で呼び、二人きりで食事することもあると明かしていた。2022年3月の生配信では、潤はね、松本くんはあだ名、ブーメランって呼ばれてるんで、そし、酔っ払って帰っても、タクシー乗せて帰っても、また戻ってくるんですよ。酔っ払って、何回切らせても戻ってくるんですよ。ほんまに、ブーメラン松本、ってみんなに呼ばれてました、とも暴露していた。山下については YouTube 配信で、女の子に対して一切の差別がない、女性からしたら、智久はほんま神様やと思いますよ、評判いいです。誰からも好かれます女の子から、と絶賛し、ガーシー容疑者の暴露法を受けながらも、松本と山下の好感度は下がるどころか上がることになった。西内まりや、野田洋次郎、窪塚洋介にもあった、ガーシーとの接点。前述のワイドショー関係者が続ける。ガーシー容疑者は城田優さん、37の金銭トラブルについて暴露しましたが、その際に同じトラブルに巻き込まれた芸能人として名前を挙げられたのが西内さんと彼女の母親でした。また、ガーシー容疑者は昨年10月、自身のインスタグラムを更新してラッドウィンプスの野田さんを暴露の標的にしていくとも宣言していました。
バンドメンバーの桑原明さん、38、はガーシー容疑者とべったりでしたから、野田さんとも関係があったんでしょうね。2022年3月にインスタライブを行ったガーシー容疑者は、窪塚洋介は、GTO、フジテレビ系、やってる時に友達に紹介されて2回ぐらい会っただけ、と語っていた。ダブルコートガーシー色の強いパーティーに思えますが、まあ以前から変わらない夜遊び仲間ということなんでしょうね。ちなみにパーティーの主役である野村氏の妻、さださんといえば、松本さんとは2005年放送のドラマ、花より団子、TBS系で共演して以来の仲でもありますよね、全道。さだまゆみ&松潤で想起される、人気女優。さだは、花より団子、で、松本や小栗旬、40、らが演じたイケメン集団、F4 の2学年先輩である藤堂昌司の令嬢、藤堂静役を演じた。さださんは当時からファッションリーダーで、松本さんにとっては芸能界の先輩でもありますよね。そして、さださんと松本さんからどうしても思い浮かべてしまうのが、花より団子で主人公を演じた井上真央さん、36、ですよね。さださんが演じた静香は、井上さんが演じた牧野つくしにとって憧れの先輩でもありましたし、小栗さん演じた花沢類とは相思相愛だったものの、結局は結ばれないという役どころでした。どう？さだとの変わらぬ交流の先に、真央潤。松本と井上は、花より団子で共演後に真剣交際が報じられ、以降はその熱愛話が長年にわたって、スポーツ誌や週刊誌を賑わせてきた。松本と井上の関係をめぐっては、さすがにもう破局しているのでは、と見る芸能関係者が多いものの、井上の関係筋からは、続いている、という証言が出たこともあった。一方で、井上さんの前事務所の幹部は、交際しているかは本当にわからない、と話していたとも言います。事務所幹部も何も把握できていない、というのはかなり異例のことですし、何でも知っている、週刊文春、ですら二人の関係の本当のところはつかめていないようなんです。ただ、交際説が未だに囁かれ、ファンも二人を、真央潤、と呼ぶほど、結婚を発表したとしても多くのファンが歓迎するはずです。どうする家康が終わったら井上さんとゴールインというのもあるのではないか、とも一部では根強く言われています。今回、松本さんとさださんとの交流が報じられたのも、もしかしたら何か関係があるかもしれませんし、松本さんにとっても井上さんにとっても出世作となった、花より団子。出演陣の絆は深い。そうなるとやはり今、松本さんと井上さんがどのような関係にあるのか、気になりますよね。前出のワイドショー関係者。大人気を博したドラマ、花より団子、から18年、果たして、真央潤の結末は、画像、殿の苦しさが伝わってきます。松本潤、視聴率一桁目前でも、徳川家康の凛々しすぎる横顔。松本の、夜の街、での目撃情報が増えているというが、視聴率が伸び悩む、どうする家康、のストレス発散のためにのみに繰り出すのも仕方がない。